たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、鵠沼海岸に先導して来ておりますということで、後ろに見えますのが結構鵠沼海岸で、結構サーフィンのサーフポイントなんですよね。なので今日も人が結構賑わっております。で、実はですね、ちょっと先に着替えて湘南の方まで行ってご飯を食べてきました。で、ここに来てですね、ちょっとちゃんと撮影しなきゃということで、もう一度来て撮影をしておりますということでね、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。では、海に入っていきましょう。行きます。乾杯。乾杯。イエーイ。海です。ヤヘイさんはふんどしにならないですか？赤羽です。あっつ。ヤヘイさん、ヤヘイさん、はい、海に来ました。今日はそれ何ですか？浴衣っぽいですよね。何でしょう自分で作ったとか？違う。あ、違う、違うんだ。ベアファクトリーのやつですね。ベアファクトリーのズボンだそうです。浴衣っぽくていいよね。見てください、サーファーがいっぱいいます。今日平日なのにサーフビレッジから来ております。江ノ島も見えちゃいます。パスじゃんということで、今日は赤風を締めました。前回ね、白だったんで赤風を締めております。いかがでしょうか？暑い、めっちゃ暑い、めっちゃ暑い、本当にめっちゃ暑いです。ビールも美味しいよ。お疲れ様です。お疲れ様です。サウナ本当にサウナ、もうね、サウナ状態です、ね、そっか、画角がね、小さくなるから、ね、だからね、映んない。じゃあ、カレーです。ヤケイさんはカレーです。僕はまだ中途半端です。行きましょう。あっつ、あっつ、すいません、すいません。見てください、この汗。もうね、サウナ、サウナ、まあ、歩いてきたしね、ちょっと結構歩いた。どうぞどうぞ、食べてください。マヒマヒ、マヒマヒカレー。マヒマヒのマヒマヒは分からないけど、お魚みたいです。江ノ島のお魚のようです。どうですか？美味しい？いいね。今日はヤヘイさん、海に来ております。いかがでしょうか？曇ってきたね。意外と曇りになってきたんですけど、まあいいんじゃないですかね。なんかすごく顔認証した後のこういうボケ感がそうです。
にゃん。はい、ということで急に雨が降ってきました。やっぱりね、海の天候は変わりやすいということで、海からちょっと上がって、このカメラがね、防水じゃないんでこのカメラが防水じゃないんでちょっと逃げてきました。まだね、砂がね、多分すごいまだ海に入ってないんで、砂がすごいついてる状態になっております。ちょっとね、雨宿りしたいと思いますので、はい、はい、どうですね、砂が、砂です、砂です、砂だらけです行きましょう、ちょっとね、雨が強くなる前に行きましょう、行きましょう。どうですか、今回は、今回の旅はどうですか。あ、なんか夏休みって感じ、夏休みって感じですね。ちょっと何もしてないですけど、どうでいい、どうでいいって言ったんじゃないかな。海の家がね、流行ってて、そう、海の家良かったですね。前めっちゃサウナみたいに扱ってるサウナ明けって感じ。そう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 、サウナ雨がめちゃくちゃ強くなってきました。一応雷警報も発令中らしくてですね、ちょっと怖いですね、雨がちょっと雨が痛い。でもまだね、泳いでる人いるんですけど、なかなか厳しい感じでございます。では海行きましょう。大丈夫しょうがないもうブレブレで大丈夫です。ブレブレで大丈夫です。それではイガケイさんにお願いしております。今回はですね、なんだっけ、iPhone が防水なんで海に入れるわけですよ。それをちょっとやりたい。はい、止まります。では入っていきたいと思います。ちょっとね、サウナスポットなんで結構ゴミが多いんですけど、結構波強いですね。めっちゃ濡れてるじゃん、大丈夫ほら、だから大丈夫かな。ありがとうございます。ちょっとね、クゲノム海岸はね、少し水質があれですけど、クゲノムが多いから、でも波はちょっと楽しいです。ではちょっとボディーサーフィンの方をやっていきたいと思います。結構波強いんでね、できると思います。
ちょっと。どう波乗れてました。ありがとうございます。なんでね、ということで海いかがでしたでしょうか。今日は赤くんで育てていただきましたが、あの皆さんもぜひくんとして、海に来てみてください。それでは最後に楽しいじゃんけんで終わりたいと思います。せーの、カヌキチちゃんけんぽい。さあです。また見てください。カヌキチちゃんチャンネルでした。